はいどうも、Z システム笠松はるみです。お久しぶりでございます。そう、名前変えようかなと思ってチャンネル名はるみんチャンネルってやってたんですけど、はるみんってもはや誰も呼んでない。基本私って呼ばれ方笠松なんで、笠松チャンネルに変えてみようかなって今なんかまだ悩みながらこの動画撮り始めました。お久しぶりです。今日はめちゃくちゃ久しぶりに、まあ久しぶりなんで使ってるものとかもいろいろ変わってるかなと思うんで、メイク動画を撮ってみようかなと思います。雑談メイク、毎日メイク、そんな感じで、よかったら最後まで見ていってください。お久しぶりです。それでは、え、嘘あったかな今。やだ。はい、ではまず今お風呂上がってパックしてました。パック外して保湿して化粧始めていきたいと思います。人と話してて YouTube の話になって、私も YouTube アカウントあるんですけど全然今もう使ってないんですよねつってなって、なんか自分が思ってたよりなんか久しぶりに見たら登録してくださってる方も結構いらっしゃって、こんなに登録してもらってんのになかなか動画上げへんっていうのはやっぱりよろしくないなと思いまして、パソコンで編集してるんですけど、その編集ができなくなっちゃって、ちょっと前にやろうと思ったらなんかパソコンが重いのかバグったのかわかんないんですけど使えへんくなっちゃって、でも今も結局使えるかわかんないままなんですけど、めっちゃ簡単なの。さつまいもバーム食べながら、うん、この前まで公演中やったっていうのもあって、舞台メイクと全然普段のメイク違うから全然違うこともないけど、あんま普段のメイクとなんか決まってないまま、とりあえず下地はめっちゃ先に気にしてます。明るいな、ラロッシュポーゼUV イデア XL プロテクショントーンアップ日焼け止め乳液化粧下地。もともとめっちゃこれ気になってたんですけど、乾燥肌の人とかいいってめっちゃでしたから、でも高いから買う気全然なくて、これとスプレーの日焼け止めがセットで3000何本とか言って安かったから買ったら、もう良い良い良い。おいしい、ストロベリーラテ飲んでる。お湯入れるだけのやつ。このペースやったらまた家でのギリギリになりそうだからやめよう。黒のミシャプロカバーナンバー21って書いてる。あんまりコテコテにならんように。あら、インスフリーのノーセバムミネラルパウダー。なんやろ、多分廃盤になってるやつなんかな。アトレットで安くなってるやつって大体廃盤になっちゃってるやつやから、うん、なんか今日顔かゆい、よくないな。マスクつけるからしっかりパウダー塗ります。パウダー基本なんかこの辺しか塗らないんですけど、マスクが触れる部分にしっかり塗ろうと思います。だいたいチャリンコこう入れるときラッシュやからさ、もうマスクびっしょびしょなんやな。なもんでもう肌触りサラッとするぐらいになっちゃう。いつもはなんかツヤ肌を目指してるみたいな節あるから、あんま塗りすぎひんようにしてたけど、おおいしい。眉毛なのよ、ペンキルすぐなくすんやんか。ほら、今は100均の UR ヘビーローテーション03アッシュブラウン眉マスカラで
全部こってり塗るんじゃなくて眉頭の方だけをさささっと塗る。眉毛終わったんでアイメイクはなんと差し入れでこんなものをいただきました。エチュードハウスプレイカーアイシャドウラベンダーランドっていう初のアイシャドウパレット、自分で買ったことないから超嬉しかった。めちゃ嬉しかった、マジでありがとうございます。パレットをいただいてしまった、嬉しい。なのでこれをメインに使っております。おすすめのカラーで、しかもこれオレンジっぽいメイクもラベンダーっぽいメイクもできるから最高だと思う。この影具合で伝わらんよな、絶対。言ったらいいん？暗い。めっちゃ可愛い色やねんな。ちゃんとラベンダーっぽい色も入れつつ、マジ伝わらんな。しかもこれ iPhone で YouTube やってる人なんてなかなかおるよな。おるけど下手よな私が。でもね、お気に入りのメイク道具が揃ってきた最近になって、アディクションザアイシャドウを中心に。ハウスのやつ、ちょっと涙袋が物足りなかったので、ザ・セムのなんか涙袋用のライナー、ラベンダー系のアイメイクしたからマスカラも赤っぽいの使います。中心をメインにつけます。なぜなら目が少し離れているから。ハイライト、もちろんセザンヌのパールグローハイライト01シャンパンベージュ。ハイライトめっちゃ好きなんで、いっぱいいろんなところにハイライト入れます。すまなくなっちゃった、いっか、ね、が、あ、リップやね。もう唇荒れすぎてリップだもん、どうしようって感じやねんけど、どうしようマジで。止まらんのがいないな。アイロンでこれをなじませる。髪の毛をちょっとやってきました。リップどうするかなんですが、まあ、割といつも通りボルドー系なんですけど、これ友達にもらったディオールのウルトラバーム975パラダイス、これをベースに塗ってなじませといて、べったりしっかり塗るとめっちゃボルドーなんですけど、ポンポンポンって薄めに塗ると割と普通にピンクなんで、ちょっと内側だけ 3CE のムードレシピマットリップカラー117、うん、めちゃボルド、ちょっとブラウンっぽいやつを内側にポン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 、あ、ちょっとだけ内側に血色感を出しといての、もうマットのまんまにしといたらすごいすぐ乾燥してきちゃうタイプなんで、最後にこのなんかな、なんていうのかわからないけど、シアープランプティント、プランパー系のなんかちょっとピリピリするようなグロス塗ってきます。
よし、よき。あ、チーク塗ってね。まあ、いっか。ということで、今回はこんな感じで、久しぶりにメイク動画を撮ってみました。なんかもう髪の毛伸びすぎてヤンキーみたいになってるよ。よし。もし、この動画が良かったと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それでは、また劇場でお会いしましょう。